はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ドバイに納入するかもしれない機器をプレゼンしてもらえるということで、今から、聞いてみたいと思います、はい、それでは実際に撮った撮影された画像を用いましてご説明させていただきたいと思います。こちらの画像なんですけれども、一番広い範囲で撮影した画像となります。直径23センチ、高さ17センチを網羅しておりますので、各顔面領域を1回の撮影で網羅することができます。撮影された画像はですね、このようにソフトの方で閲覧することが可能になっております。また CT のデータでございますので、こういった 3D の画像で閲覧することも可能です。今はですね、視画が見やすい視画のモードになっておりますが、こちらを骨に変えたりとか、また軟組織、顔の表面を表示させたりとか、あと空気の部分を描出して、こういった上気道、また上顎道、そういったところもきれいに描出することが可能になっております。うん、でも神経もきれいに見えますね。結構もともとこれは歯科用ですので、こういった歯の割れてしまった症例だとか、画質がいいっていう今週につきますよね。とにかく、まあ、顔の骨切りに対して、まあ、術前の診断、手術のシミュレーションとか、こっちの機械の方がやりやすいと。そうですね。何がやりやすいの？まあ、画質がいいと、その、まあ、綺麗に、まあ、シミュレーションするときに綺麗にその、まあ、骨の形を出すことができるんですね。そうすると手術の時のズレが、実際のその顔の形とCT の画像とのズレが少なくて済むんで、まあ、シミュレーションがより正確になるっていうことと、まあ、シミュレーション結構かなり時間かかる作業なんですけど、まあ、大体4時間とか1人かかるんですけど、その時間がおそらく短縮されるという意味でめっちゃ助かります。僕は本当に早いということで、時間が短縮されるのが大変。いや本当に1人もうめっちゃ時間かかるんで、めちゃくちゃ高い。休みの日ずっと僕さ、こう楽しみでしょしてますからね。カチ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 って。ということで、ご購入。ちなみにいくらですか、これ。これが今、お渡しいただきました。ちょっと怖いですね、見るのは。ちょっとまあ、それは、パカーみたいな。まあこれは買えようになるよね、俺がやったら、はい。フェラーリ売れよって感じやな。はい、で今ドバイ の進み具合というか進捗はどんな感じなんですか？今国内で、ドバイに納品できる、まあ、歯科のチェアであったりとか、レントゲンであったり、そういったものの選定をしてて、それで、あさってですねに松岡さんと現地視察に行きます。行くの、ね、はい、で行って実際メーカーさんに見てもらって、どういう風な感じになっていくのか、であとどういったものがまた必要なのか、全てこう日本から持っていくよりかも現地でもやっぱ調達できるものはしていかないといけないので、まあ、とにかく明後日以降3日間ですけども、向こうで現地視察兼もう稼働できるようなとこまでは持っていきたいなと思って、で今国内で必死にあの日はこうしようっていうのをね、はい、やってるところです。はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。院長、はい、今ドバイチームが視察に何日か行ってるみたいなんですけど、はいはいはい、なんかすごい暑くってすごい湿気があって過ごしにくいって言ってましたけど、うん、一番悪い時期だね今がね、うん、院長が前回行かれた時は結構良かったんですか？まあ、結構まあ涼しくて、うん、まあ、1回目行った時はそうね、2回目はちょっと暑かったけど、2回目って何月ぐらいでした？まあ、1ヶ月に1回ぐらい行ってるんで、うん、今月来月もねドバイあると思うんですけど、お仕事があるかなと思うんですけど、うん、はい、なんか現地に行かれたスタッフさんから、うん、現地の歯医者結構行ったらしいんですけど、すごいゴージャスだったって言ってます。ゴージャスだったらいいっていうわけじゃないよね。ドバイ人と日本人の感覚がわからないですよね。わからない。結構ギラギラしてるんですか、あの国って今。そうだから、いろんな方からメールいただいてね、まず先生が選ばれたモールは間違ってますと。結構書かれてますよね。うん、ドバイでやるならこういうところでジュメーラロードで大きくやって、うん、こうやってやらないとダメですとか、向こうは王族ありきなんで王族のパートナーがいないとできないですよとか、いろんな情報が入ってきてね、うん、YouTube をやっててよかったな
って思ってるんですけど、とはいえとはいえ僕にもまあ細々とだけどね、あのキヌちゃんっていうねキヌちゃんドバイ人ですよね、ドバイのパートナーが いるので、細々とした糸をたどってやり始めたんでね。でまあ太いパイプを持ってる人がね、いろいろこうアドバイスしてくれるんだけど、まあ徐々にやっていって、でまあ段階的にもうそういう人の協力を得なくちゃできないっていう時があれば、うん、もちろん頼りたいなと思ってるんですけど、うん、あの本当に結構ね、あの連絡いただいて、あ、そうなんですね、うん、麻生先生の助けになりたいみたいなね、うん、あの方もいらっしゃってね、いろんな情報入ってきてます。なんかここの病院の人がこう今売ろうとしてるとか、うん、ここの病院の人が撤退したんでここに入るのがいいですよとか、たくさん情報が来ててね。ただあの走り出してるのでゆっくりと、うん、まあ自分のやり方でね、自分がまあ東京美容外科を大きくしてくるときにあのやってきた、ちょっとずつこう信頼を積み重ねていくっていうやり方でやってるんでね。麻生先生ちょっと言葉あるけど、せっかちとかスピーディーじゃないですか、はいはい、あの動画内で9月が会員って言ってたのは本気ですか？本気です、本気ですまずはどういう形であれ9月に会員する。でそれがまあデンタルとか皮膚科とか美容皮膚とか、はい、まあ町のかかりつけ医みたいなんでもいいんですけど、とにかくなんか一つ形にして、でそこをきっかけにいきなり大きいのボンってやってね、たくさん投資してボンってやって患者さんが来ないっていうのが僕は意味わからんと思ってるんで、まずは少しずつ信頼を積み重ねて、大きな利益にならないかもしれないけど、まずは信頼を得ることが大事だと思ってるんで、そこでなんか市場調査しながらちょっと大きくしていく方、うん、やり方ってことですね。そういうことです、そういうことです。まあ別に一件で終わるとは思ってないんで、うん、このモールでやってみたり、このモールでやってみたり、ここでもやってみたりっていうふうに考えてるんですよ。なんか普通にこの間行ったばかりで9月に会員ってって嘘でしょって結構思う人多いと思うんですけど、麻生先生の中ではもうできるっていう考え、ていうかあのそこをゴールにおいて、あの目標を設定して そこから逆算して何をするかってやってるので、うん、あのそこでできることを一旦やる、うん、この後はそのスタッフさんが行ってる現地の調査とか動画もらってるんでつないでいきたいと。そうね、はいはい、見ていただいたらいいかなと思います。はい、まあ、じゃあ林先生とね松岡さんで行ってきてください。行きましょう、メディア行きましょう、メディア
はい、お疲れ様でした。今ちょうど、成田に帰ってきました、怒涛の、5日間なんですかね、うん、でもなんか、まあ、できることもあって、でワンちゃん朝でもちょっとプールでも入れるかなと思って水着着たけど、その水着が虚しくスーツケースの端っこになるけど、まあ、これはまたね成功したりとかして、でみんなでプール入ったりしたらいいかなと思って。してますんで、また来月にもマトロさんだと思うんで、またその時はよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。やっぱり今、キリがまあ、なんかしやすいというか、何でもいいブランドを